M56 スコーピオンはアメリカ合衆国で開発、運用された空挺戦車対戦車自走砲。空挺部隊が使用する機動対戦車兵器として1948年に開発がスタートした。当初は開発中の M42 の車台を使用する計画だったが、重量の面から不可能となり、 結局新たに設計したアルミ合金製の車台に43合計 90mm 戦車砲 M54 を搭載することになっている。旋回可能範囲は左右30度上下プラス15マイナス10度となっている。砲弾は車体後部の弾薬箱に計29発が搭載され弾薬箱の蓋は放射用のプラットフォームを兼ねていた。この砲は 当時のアメリカ主力戦車の手法と同じものであり、攻撃力だけで言うなら他国の主力戦車とも渡り合える能力を持ったことになる。ただし、本社も他の空挺戦車と同様に軽量であることという条件を避けては通れず、防御は無視されているに等しい。車台の上にオープントップ式に搭載された戦車砲を操作する乗員を守るのはわずかに。 主砲前面のブラストシールドくらいしか見当たらず、乗員はいわゆる裸同然である。試作名称 T101 として開発が進められた。本社は1953年 M56 空挺対戦車自走砲として正式化された。試作型と量産型の違いは、エンジンにはコンチネンタル青いマイナス402から5水平対向、6気筒空冷ガソリンエンジンが用いられた。 天輪には抵抗を減らすためゴムタイヤを使用している。無限軌道は一個ずつ分割されたものではなく、全体で8分割された幅 51mm のベルト式で軽量化に一役買っていた。本社の戦闘重量は7.14トンと軽量であり、航空機からのパラシュート投下にも問題はなかった。1960年代、ベトナム戦争において、 第173空挺旅団に配備されたが、防御力がないこともあり、もっぱら後方の輸送車列護衛任務にのみ使用された。その後、後継の M551 射撃団に道を譲り、退役している。ウォーターハンダーバージョン1.63にて、実装にて、アメリカランク4に実装された。ありがとうございます。